リンゴを買って食べる方々が実際にその食べた時にやっぱり美味しいって言われるのは生産者というか作ってる側にしてみれば非常になんか嬉しいですね。そこでなんか今までのその冬春夏ってやってきた作業が報われるっていうようなそんな感じもあるので、やっぱり美味しいって言われるリンゴを作るっていうことですかね。私たちは今回ベビーアップルエキスに成熟したリンゴに比べて様々な肌にとって有用な効果を見出すことができました。このベビーアップルのエキスっていうのはリンゴの葉から作られるんですけども、どんな品種のリンゴからも取れるわけではなくて、今回は北海道のハックナインという品種のリンゴにその効果を見出すことができました。だいたいその親指の頭ぐらいになってきた頃に間引きの作業に入ります。で減らすことでリンゴの1個あたりの大きさがこう大きくちゃんと育って、なおかつ来年の花芽も木の余力があることで作られるということで、いろんな意味でその大事な作業になります。なんか思ってた以上に小さくて、なんかこれから成長していくその力がすごいみなぎってるなと思って、実際にそれを口にして食べると酸っぱくて渋くてすごい効果があるんだなって肌で実感することができました。農家の方が大事に育ててきたそのエネルギーを今度私たちが受け継いで、何か肌への新しい効果とか作用っていうのを見出して、それが今度化粧品製品になってお客様に当たっていくっていうその流れの一部を本当に体験できたので、本当にお客さんにじゃ何を届けているのかっていうことをすごい考えさせられました。全く違う分野で、それもその収穫したリンゴじゃなくて、もうはるかにその収穫する前の間引きで落とされるリンゴがまたなんか違うこう使用目的で生かされるっていうことは非常になんか嬉しい、驚きでもあるけれども嬉しかったり、いやそういうところでなんかこう活躍してもらえるのかなっていうなんかちょっとこう嬉しさが出てきますよね。